いや、なんか普通に「こんばんは」的な話、特になんかないんですけど、すっぴんです。リップだけ塗りました。寝る前にちょっとみたいな。配信チケット購入しました、ありがとうございます。あと7分。コント劇ありがとうございます。チケット購入してありがとうございます。で、私ね、いつだっけな、11日だか5日くらい前からダイエット始め、ちょっとしようと思って、まあ軽めにし始めて1キロぐらい痩せたんですよ。まあ、でもそっから全然痩せないんですよね。1キロぐらいのまんま。ちょっと3キロぐらい痩せたいんですけど、1キロしか痩せない。わい増量する一方。やっぱそうだよね、めっちゃ増量するよね、動かないもん。そう、まあでも別になんか不健康に痩せたくないので、まあ全然いいんですよ。ちょっと気をつけてるぐらいで。でもこの私が珍しくお菓子は食べてないんですよ。ポテチとかは食べてない。なんかまあなんだろう、唐揚げとか食べたけど、今日も唐揚げ食べたけど、まあ、お菓子じゃないじゃん。あと早い時間に食べた、11時くらいに。早い時間ならいいかなと思って、うん、確かに現状維持を頑張って、現状維持できればいいよね。あとなんか1日1万歩目標にはしてるんだけど、今日は7000歩ぐらいだった。いやでもコントのね稽古、まあ順調っていうか、まあまだ何回かしかしてないんですけど、台本覚えないとやばい。結構ね、私が思うに前回よりセリフ多いと思う。前回あの見てくださった方は分かると思うんですけど、前回よりなんか私の中ではまあそんなに変わらないけど多い気がする。やばい、覚えないと。無観客でさ、セリフ飛んだらさ、どうなるんだろうね。なんか恐ろしくない？唐揚げは油で揚げるからゼロカロリーそりゃ2位だもん。あ、確かにやっぱ2位効果ですね。それは皆さんのおかげですね。2位効果ですね。糖質を抑えて普通に生活してれば減るよ。いやでも1キロしか減ってないんだよね。セリフ応援のコツ、でも私はなんかすごい白飛びしちゃった。なんか読んでたらパって覚えますね、るんですけど噛みますね。なんかちゃんと覚えてないと、ちゃんと覚えてても噛んだし、噛むのが不安。結構前回も橋の説明する時とかに噛んだりとかしてああ噛みたくない。肌ツヤツヤだから OK、 優しい、ありがとう。なんか3日後くらいに、あさってもそうなんですけど、しあさってもそうなんですけど、その次もなんですけど、結構撮影がいっぱいあって、でなんかまあ稽古とかはあったけど、なんか撮影とかって結構久しぶりで、で私なんだろう、こう、まあ、ちょっと痩せようとしてるのも、まあ、そのためもあるし、その後のあのコント劇のためでもあるんですけど、
今日はなんかちょっとなんて言えばいいの、小顔になるようにマッサージというかエステに行ってきたんですよ。まあそんなことする前に痩せろよみたいに言われたらもうしょうがないんですけど、なんでちょっとツヤツヤなんですよ。確かに今日めっちゃつる、なんかめっちゃ肌のなんかね張りがやばい。そう、撮影までに痩せてそれをキープしてコントに行きたいんですよね。何の撮影が気になる、まだちょっと言えないんですけど、言えないのもありあるし、なんかまあすぐ分かるのもあるし、そう、なんか最近そういうなんかあんまりなかったからちょっと頑張ろうみたいな感じでした。芸を磨いたと思って、でも私ボイトレも行ってるし日本舞踊の稽古も行ってるしバレエも行ってるんですよ最近。そういうのはちょっとやってますね。明日もバレエに行きます。あと1分、やばい。ちょっとずつね、いろんな自分磨きしていきたいなと思います。あ、ボイトレ始めたようだって、頑張ろう。みんな、そう、昨日電話出れなくてごめんなさい、マキコさん。じゃあみんなおやすみ、バイバーイ。夢に出てください、おやすみ。バイバーイ。あ、結構長かった。